最近、北朝鮮情勢のニュースが多いわね。そうだな。でもそれは今に始まったことではない気もするぜ。独裁国家ってとにかく見えっ張りだからな。国内外に弱いところは見せられないから、無茶で過激なことやりがちなんだよね。そういえば、新型肺炎の感染拡大の中で、総合病院を半年で建設するって話があったわね。これが完成図らしいんだけど、半年でこのレベルは無理があるよね。これも相当見栄を張ったプロジェクトだな。まあ、最後まで完成しなくても、外見さえ出来上がっていたら完成しましたってことになるんだろうな。半年で作るならもっと現実的な計画にすればいいのにね。そういうわけで、今回は北朝鮮の見栄を張った派手で不気味な建築物を紹介していくぜ。ゆっくりと検査官。では早速、一つ目は UK ホテルだぜ。え、このロケットみたいなやつ？結構立派な建築物ね。そりゃ北朝鮮の威信をかけたホテルだからな。なんと高さは東京タワーとほぼ同じ330メートルもあるんだぜ。ただしこの建物はまだ完成されていなくて、ハリボテ状態なんだ。ハリボテ？パッと見た感じ立派なビルだけど。いや、これは未完成の建物に窓ガラスを貼り付けて、体裁を保っているだけなんだよ。これは2007年時点の写真だぜ。本当だ、なんだか廃墟って感じだね。実際、単独の建築物としては世界最大の廃墟とされているんだ。建設が始まったのは1987年なんだけど、途中で資金や技術が不足していて、1992年に建設は完全に中断されてしまったんだぜ。なるほど、それにしても写真を見る限り全部コンクリートで作られているのかしら？そうだよ、これだけの高層ビルがコンクリート構造なのは異例なんだ。普通は鉄で作るからね。でも当時の北朝鮮は高度な建築資材を持っていなかったという事情があるんだよ。そしてコンクリートの重さに耐えるために、ピラミッド型の形になっているんだぜ。ちなみに、川岸の地盤の悪い土地に建設してしまったせいで、建物は若干傾いているんだよ。いろんな意味でヤバいビルなのね。それでも立派なビルに見えるのはさすが北朝鮮という感じがするわ。では、次行くぜ。二つ目はタワーマンション。キム・ジョンウンはタワーマンションが好きみたいで、近年急激に増えているんだよ。どれもかなりの高層マンションね。平壌のタワマンは高さの面で言えば日本をしのいでいるからな。形も凝ったものが多いしとにかく派手なんだ。でもこのマンションも何か訳ありなんじゃないの？明確な根拠はないもののかなりヤバい噂はあるぜ。こんなネット記事まで出ているしな。うわ、タワマン全部崩壊ってすごいこと書いてあるよ。超急ピッチで大量に建設したから安全面はかなり怪しいんだ。この記事によると、工期が迫ってくる中で資材が足りなくなったりして、セメントと砂の混合比率や鉄筋の使用量が上層階ほどいい加減になっているらしいぜ。実際に北朝鮮は過去にマンション倒壊事故をやらかしているからね。2014年に23階建ての高層マンションが崩壊して、約500人が犠牲になったというのは有名な話だぜ。さらに安全面以外にも問題は山積みなんだ。エレベーターもまともに稼働しないし、高層階では水道すら使えないことも珍しくないんだよ。だからせっかくの高層階が全然人気がないみたいなんだ。なんというか、かっこいい建物もいいけどインフラ整備とかを優先した方が良さそうね。本当にそうだよね。でも無駄に派手な建物はまだまだあるよ。次は平壌の主大思想塔だぜ。平壌では有名な観光スポットだな。名前からしてなんだか怖いわね。これはキム・イルソンの70歳の誕生日を記念して1982年に建てられた石塔なんだ。高さは170メートルもあって、世界で最も高い石塔なんだぜ。内部のエレベーターで150メートルまで登れて、平壌市内が一望できるんだ。そしててっぺんにある炎のオブジェは内部から光るようになっていて、夜になると本当に燃えているように見えるんだよ。おお、これは迫力があるわね。ちょっと見てみたいかも。北朝鮮を建国したキム・イルソンを褒めたたえる塔だからな。塔の手前の川には塔と同じ170メートルまで水を吹き上げることのできる強烈な噴水もあるし、かなり気合が入っているぜ。ちなみに重要な塔というだけあって、停電になると責任者は厳重な処罰を受けるらしいよ。北朝鮮の厳重な処罰、あまり想像したくないわね。それでは次に行くぜ。続いて紹介するのはルナンド・メイデイスタジアムだ。このスタジアムは2020年現在、なんと収容人数が世界一なんだぜ。世界一のスタジアムって北朝鮮にあったのね。ところで何人収容できるの？一応11万4千人とされているようだけど15万人というデータもあるな。スポーツ大会ももちろん開催されるけど、体操やダンスなどを一斉に行う集団演技、マスゲームのようなイベントにも使われるぜ。北朝鮮ではおなじみのやつね。スタジアムで開催されるマスゲームは中国人観光客に人気なんだよ。北朝鮮も観光客に観覧券の購入を義務付けたりして、外貨獲得に利用しているんだ。あと、このスタジアムは1989年に完成したものなんだぜ。
それから30年以上も世界一のスタジアムの座を守り続けているんだからかなりすごいよね。建設するときはよっぽど無理したんだろうな。さて、次に紹介するのは、マン4で学生少年宮殿だぜ。ここは芸術スポーツ科学の優れた才能を持つ子供たちを集めて、英才教育を行う施設なんだ。毎日5000人余りの学生が放課後にこの宮殿に訪れて、様々な技術を学んでいるんだよ。目的は立派だけど北朝鮮の施設と考えると怖いわね。結局は北朝鮮のプロパガンダ要員の育成の場だからな。キム・イルソンとキム・ジョン・イルの2人の肖像画までバッチリ飾ってあるし。そしてこの特徴的な形なんだけど、これは両手を広げ子供たちを迎え入れる姿をイメージして設計されたものなんだよ。この施設も観光客に公開しているので一応見学することもできるんだ。 YouTube でも子供たちのショーの映像が見られるけどさすがにレベルは高いぜ。最後に紹介するのはクムスサン太陽宮殿。これは1976年に当時の主席キム・イルソンが公務や生活をするための官邸として建てられたものだぜ。キム・イルソンが亡くなってからは遺体を保存するための施設になっていて、今はキム・イルソンとキム・ジョン・イルの二人の遺体が保管されているんだ。これもかなり派手な建物ね。でも遺体を保存ってどういうこと？お墓があるわけではないの？遺体を防腐剤入りの液体で手入れをしながら保存しているんだよ。今でも生身の肉体が残っているんだ。遺体の維持管理はロシアから派遣された技術者に依頼していると言われていて、とんでもないコストがかかっているらしいよ。ガラスケースに入った遺体の写真は調べると出てくるけど、ここでは自重するぜ。その他にも、北朝鮮にはこういう権威を強調する建物が他にもたくさんあるんだ。確かにどれも迫力ある建物だったわ。北朝鮮ってもっとボロボロの姿を想像していたけど建物だけ見ると意外に進んでいるのね。でも本来こんな建物を作るお金も技術もないはず、もっと優先すべきことがたくさんあるよね。じゃあ、北朝鮮の建物紹介はこのあたりで終わりにするよ。最後まで見てくれてありがとうだぜ。